そんな時期になってから、まあ、もう定休でやらせていただくので、夏を諦めてるっていうことなんですけど、もう本当に今やらないと、もう今年いっぱいだと、来年の夏まで待たなきゃダメっていう、ちょっとまあ、我々の、ずっと練習していたので、ちょっと紹介じゃできないつもりですけど、そのつもりでちょっと聞いていただけますか。夏は諦めて。諦めの夏。